すすま地区の小中学生が学校の畑で栽培した黒豆を収穫しました。すすま中学校、沼木小学校、須磨小学校が共同で黒豆を栽培するスマイルファーム。沼木小学校付近の土地を学校が借りて、地元の生産者で作る黒豆友の会の協力で3年ほど前から黒豆を栽培しています。収穫時期を迎え、全校児童が一緒に収穫を体験しました。黒豆は須磨地区の遊休地を生かし、特産として5年ほど前から栽培されていて、黒豆味噌などの加工品が人気を集めています。児童と生徒の交流を深めながら自然に親しみ、農作物を育てる苦労や喜びを体験するのが狙いです。夏場の日照りが強かったことで実りが少ないものもありましたが、出来の良い黒豆を見つけたときは子どもたちは大喜びでした。とても楽しいですよ。はい、たくさん取れて嬉しいです。農家の方が多いので、次の後継者をもしかしたら育ってほしいなとか、で、まあ、こういう作物を植えるっていう作業をすることで、自然の豊かさとかを感じてほしいなと思ってますね。収穫した黒豆は湯がいて給食の時間に味わいました。自分たちで収穫した黒豆はきっと美味しかったでしょうね。これからも地元と連携して継続的に取り組んでいけるといいですね。